長崎県道17号大村停車場線は長崎県大村市を通る県道である。長崎県大村市の大村駅から国道34号までの総延長588メートルの路線。1898年1月20日、九州鉄道が大村駅を開業した際に長代駅までの連絡線への利便性を図るために大村駅大村港の直通道路を開作したのが 期限である。長崎線の全通によって連絡線は廃止されたが、長崎街道大村塾と直行し、大村駅と大村塾を直結する幹線道路として商業の中心地となった。大村大空襲後も商店が沿線に集中し、1964年にはアーケードが落成した。このような経緯から、旧道路法の時代から県道として整備が進められている。 大部分の区間がアーケード内であるため商店街が開店している10時19時は車両通行止めとなる。全日通行可の区間はアーケード南口国道間の約200メートルと北口駅前間の約50メートル程度に限定される。駅前中央通りが北に並走している。この通行を止め区間は県道アーケードのみならず大村をとし直行する。 本町アーケードも同様である。大村駅から国道34号方面。ありがとうございます。